どうも、縫い物おうち萌え暮らしこずらじです。今日の我が家の気温はめちゃめちゃ涼しくて、なんか昨日のあのめちゃ暑くてカラッとした感じが嘘のように、今日も割となんだろうな、カラッとはしてるんですけど、すごい肌寒いぐらいな感じで、風もちょっとあって、まあ天気も曇りなんですよね。で、曇りだと、まあ、この時期だと湿度が高くなって、曇ってるけど蒸し暑いのかなって思ったら、そんなことはなくって、曇って普通にちょっと寒いみたいな、そんな感じの、南信州でございます。で、今日もウォーキングに行ってきたんですけど、今日ガズさんがねラジオでこう雲の巣がね私なぜか引っかかるっていう風にあったんですけど、もうあれ本当に不思議なんですよね。同じ場所を歩いていて、でどっちかが先に歩いてるわけでもないんですよ。こう平行して同じで歩いてるんですけど、なぜか私だけこうハーって引っかかるんですよね。で、なんだろうな、その引っかかった時のこうリアクションがね、なんかこう、なんかなぜか笑っちゃうんですよね。なんでみたいな感じでなるんで、まあ、それがね面白いらしいんですけど、こう、まあ、例えばですけど、今までね生きてきた中で、カラスのこう道を歩いててね、カラスの糞が頭の上に落ちてきたことって皆さんこう1回かはありますかね。私3回ぐらいあるんですよ。で、見事にその綺麗にこの頭の真上に落ちるんですよね。ちょっとこう髪の毛にすったとかじゃなくって、こうポチョンってこう乗るみたいな感じで、それがね子供の頃とか若い頃に結構あって、で今はもう学習したんで、例えばですけど電線の下はなるべく歩かないとか、そういうことをね心がけてるから、さすがに今はねもう落ちては来ないんですけど、なぜかねガズさんに会う前に3回ぐらいそうなっていて、それを話したらなんかやけに納得されたんですけど、なんかこう不思議なんですよね。なんだろうなみたいな感じはあるんですが、まあそんな感じで今日も楽しくウォーキングをしてきたんですけど、このラジオは、私縫い物時間で、こう物を作るだけじゃなくって、作ってる時の時間とか、あとそのものがどんどん変わっていくワクワクした気持ちみたいなものをお伝えさせていただいている小杖といいますが、そんな私が、簡単ウクレレ教室ガズレレという YouTube チャンネルで、音楽を聴くのは最高だけどやるのはもっと最高だよ、みんなも自分の暮らしに自分の音楽を取り入れようよということを発信しているガズさんとの暮らしの出来事や、あとは、この縫い物時間のように縫い物のこと、そして、お家のこと、DIY とか部屋のお手入れとか、そんなことで発見したこととか面白かったことをお伝えしているそんなラジオです。で、スタンド FM でいつも発信をしてるんですけども、YouTube でもこの縫い物時間でも、同じように発信をさせていただいています。ということで、で今日の本題なんですけども、朝ねガズさんが虫の話をしたと思うんですけど、虫の取り方みたいな感じでね、でまあその私がどうやって虫を取るかみたいな感じのね話をしたんですけど、で大まかに2つあって、で1つはハエを退治するときにどうするかっていうことで、これはね何かを見たんじゃなくって、多分自分でね発見したんですよね。なんかこのハエ叩きだと間に合わない、その面積が小さいからだいたい当たんないんですよ。でもちろん手でも絶対間に合わないし、こうブン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 飛んでるからね。で面積が大きくって、なんかこうなおかつ軽くてこうできるものないかって思った時に、その普通にねこうバドミントンのラケットがこう部屋に落ちてたんで、それでこう軽いしと思ってハーって振りかぶってみたんですよ。そしたらハーってなんかこうフンって一瞬こう浮いてふわーんと落ちたんですよ。あ、これはと思って、でそのままそれをまあ掴んでこう外に捨てるんですよ。でこれはすごいと思って、
で当時妹にやってごらんって言って、で妹もフーンってやったら本当にまた肺がファーってなって、その別の日ですけどね、でしたらすごいとかって言って、でこれは大発明だってなったんだけど、まあ、特にそれをなんていうのこう誰に言うでもなく2人で盛り上がってて、それでガズさんと一緒に暮らした時にね、またそのなんだか不思議じゃありません、ラケット、そのバドミントンのラケットって結構お家にあったりしますよね。なんかこう安く買えたりもするし、あのセットでねこうあって、でちょっとこうなんだろう、カップルとかだとこうバドミントンやろうよとかって大体買うじゃないですか。本気でテニスやろうよって買う人なかなかいらっしゃらないと思うんですけど、バドミントンのねこうセットがあって、で大体1個はもう壊れちゃって、あのこう取っ手のところがね、あのこう紐がテープがもうだんだんやれてきちゃって、こうぐじゅぐじゅになってきちゃって、もう使えないなとかって言って、であのこう羽もねもうどっか行っちゃって、あと羽がこう長い間閉まってるから丸々だったはずがあのこう畳まれちゃって、で全然なんかこう綺麗に飛ばなくなっちゃって、もういっかなんて言ってこうほっといたそのラケットがこう私が持ってきてファーンってやったらすごいわーってびっくりしてて、何やったの今っていう風になって、それでまあそれをね、あのまあ画付けではあのこうやってるって感じなんですけど、でただハエって最近こうふと思うんですけど、あんまり見ないなと思って、当時はなんかやけにハエをねこうやって喜んでやってたんですけど、今ってっていうかハエをうちの中で退治することってほとんどないなと思って、ただね蚊はねやっぱりいるから蚊はねあのこう退治はするんですけど、なんでなんかハエってどこ行っちゃったのかなって気もするんですが、まあ、きっといるところにはいるんでしょうね。であともう一個カメムシなんですけど、カメムシはあのこれはねあの多分 SNS かテレビかなんかで見たんですよね。で本当かなと思って、であの試す機会もないしなと思ってたんですけど、でだんだんそう年を重ねるにつれて、こう緑の多い場所に住みたくなってきて、でマンションも前は全然気にしなかったんですけど、公園の近くとかそういうところにがいいなと思い始めて、そうなってきた時ぐらいから季節によっては洗濯物にカメムシがつくっていうことが発生し始めたんですよ。でそれで、あそういえばあのやり方がやってみようと思って、こうティッシュを用意して、ティッシュをこうふわっとカメムシにこうあのかぶせるんですよ。でだいたい躊躇しちゃうんですけども、躊躇なしにファッと掴んだらもう思いっきりシェイクするんですよ。でそのシェイクした時にシェイクして、でまたもうしたかなと思ってパッて緩めると一気に匂いを出すんですよ、我に返って。なんでシェイクしたままそのまま外に行ってもうパンってその投げるみたいな感じにしてもらうといいと思うんですけど、で本当にティッシュのこう匂いを嗅ぐと何にも匂わないんですよ。で手も全然臭くないしっていうことなんで、あのカメムシにねその結構あの場所によっては多いと思うんですよ。なんでそういう方はあのぜひチャレンジしていただけると、自分本当にあの匂いって一回つくともうどうにもならないじゃないですか。なんでなんかあのお困りの方はぜひ参考にしていただけるといいかなというふうに思います。でそれでね、私がその、まあ、虫退治にすごいあの、まあ、活躍してるっていうふうにねカズさんが言うんですけど、田舎に越せば越すほどガズさんも大活躍するんですよ。そのさっき言ったみたいにね、こうハエとかあとゴキブリとか、なんか意外とこう都会に多いのかなってちょっとさっき思って、でそれは私がね、まあ、得意分野なんですけど、私柔らかいものがダメなんですよね。例えばカエルとかヤモリとか、そういうなんかこうちょっとこうプニッとこう想像できるようなものが苦手で、で意外と田舎の方がそのパターンが多いんですよ。カエルは本当に多いし、あの小空寺をねこう撮ってる時でもたまにカエルが鳴いたりとかしてると思うんですけど、今日は閉めてるから鳴らないけど、あとそのヤモリもね田舎に行けば行くほど多いと思うんですよね。で前のお家の時ももう何匹も見たし、でここのお家でもやっぱ白いヤモリをね見たりとかして、で部屋の中にいないで外にいてくれる分にはいいんですけど、本当田舎って部屋の中に入ってきたりもするから、そういう時にもう私はもうお手上げなんですよね。あんま無理みたいな感じになって、その時にガズさんが可愛いじゃないかって言ってこうねあのこう外に逃がしてくれたりとかするから、まあまあ本当ねあのうまいバランスになってるなっていうふうに思っていて、例えば料理を作るのが大好きで片付けるのがまあ好きな私みたいな感じで、硬い虫は得意な私と柔らかい生き物が得意なカズさんみたいな感じでね、あのバランスがすごいあのいいなというふうに思ってるんですけど、
でちなみにその我が家にあのゼニガメ、違う草ガメのクロちゃんがいるんですけど、草ガメも一見なんかそういうこうちょっとふにょっとした感じしませんかっていうふうにたまに言われるんですけど、甲羅がねやっぱあると、甲羅ってすごいなと思って、甲羅があるイコール私の中でも硬いものなんですよね。でそういう手足があるっていうことは、まあそこはね全然あの、なんていうのかな、こう犬の手足みたいな感じでね、こう感覚でいいんですけども、そう、こう胴体がこうプニプニして柔らかいっていうのはどうも苦手で、でなんでその、まあ、例えばですけど、ちょっとあんまり想像したくないけど、そのねもう、干からびちゃったトカゲとかそういうのは平気なんですよ、もう硬いから。なんだけどまだこう柔らかい旬な感じのね時はちょっと私はもう無理だなっていうふうに思ってるんで、なんかこのね夏、春から夏で秋の初めぐらいにかけて、あの私じゃなくて実はガズさんが大活躍しているそんな、ガズ家なんですよね。なんでまあまあでとは言いながらね、あの私よく刺繍をするじゃないですか。で刺繍はあの柔らかいものをしたくなるんですよね。例えばカエルとか、あとはそのどれこそヤモリとか、あのトカゲとか、あとまあ柔らかくはないけどカメレオンとか、そういうのをねやっぱりその絵的に可愛いなとは思うんですよね。イラスト的にか可愛いなというふうに思うので、そういうのはなんかこうイラストに落として、であの簡単な線で描いて、で刺繍を、まあ、したくなるこう素材ではあると思うんで、なんかねあのすごいいいあのこう材を持ってるんだけど、実際にこのリアルでこう自分の手でね触るっていうことは私は、まあ、あのガズさんがいる限りはないんじゃないかなっていうふうに思ってますという感じなんで、私だけがこう虫をこう、ね、対峙というか対応できるんじゃなくって、実はガズさんも大活躍してますよという今日のお話でした。ということで、あともう一個お知らせで、縫い物時間展、10月の20、21、22、東京でありますので、とりあえずねそのまずは日にちをこうスマホのカレンダーにチェックしてもらえるととっても嬉しいです。ということで、今日は水曜日ですね。まあ、ちょっと今日は曇ってますけども、まあね、ちょっと涼しくて、もしかしたら寝やすいかななんても思ったりするんで、そういう時にしっかり寝てね、また、週末に向けて元気に過ごしたいと思います。ということで、コトラジでした。ありがとうございました。